はい、こんばんは。いつぎんです。えー、本日は、ハーフアニバーサリー放送で発表された、ギルティギアコラボのキャラ紹介をしていきたいと思います。えー、限定キャラが最低でも2人いるので、えー、性能をここでよく知っていただいて、えーまあ、引くキャラをね、決めてもらえればと思います。えー、では、まず、えー、バイケンの紹介をしていきます。えー、バイケンの評価がこちら。クエスト発展。 深淵8点、アリーナ8.5点、討伐9.5点、レイド7.5点、ギルド戦9点という評価になっています。討伐の評価、えー、特に高くなっています、えー。こちらはですね、単体効果力に加えて、えー、相手に出血をかなりね、かなりの数出血を与えることができ、さらにそれを激爆で一気に。 ダメージを与えることができるので、バンシー討伐でかなり活躍できるようです。またですね、討伐以外にも対人戦もかなりの評価になっていて、こちらは主に攻め、守りではなく攻めで活躍するようにスキルとかが設定されているので、攻め評価も高くなっています。続いてスキルの紹介です。スキルこちらになっています。 スキル1敵単体を攻撃し45%の確率で2つの出血を付与する、えー、クリティカルが発生した場合スキルクールダウンを1ターン減少させると、えー、スキル2敵単体を攻撃し、えー、55%の確率で3つの出血を付与する、えー、出血の1つは効果抵抗を無視し、えー、クリティカルが発生した場合追加ターンを獲得するスキル3 敵単体を攻撃し、ターン終了時に相手の出血効果を激爆させる。クリティカルが発生した場合、味方全体のアクションゲージを15%アップするというスキルになっています。どのスキルも強く設定されていて、やはりクリティカルが発生した時の追加ボーナスがかなり強いですね。特にスキル1。 ークールダウンを一旦減少させるってことでこれスキル2がですねまあ4ターンでスキル3が7ターンに設定されてるんですがまあスキル1はね常に使うスキルっていうこともあってさらにスキル2で追加ターンももらえるので思った以上にこれは加速して回転率はそんなに悪くないんじゃないかなとまあ非常にねスキル2の回転率はかなり高くなるのでえーまあ かかななり強いいと思います出血確率はちょっと低いんですけど、えーまあ、70%80% 最大でそれだけあるので、えーまあ、23個は常時出血をつけれるんじゃないかなと、えー、思います、えー、そしてですねセクレットとか白銀のアラミンタの時も言ったんですが、えー、特定の条件下で追加ターンが獲得できたり スキルが追加で発動するキャラっていうのはですね、もう絶対に強いです。まあ、攻撃がね、それだけ相手より、えー、回数が多いということなので、えー、なのでこのバイケンもね、スキル2から追加ターンをもらってスキル1に発生すると、えー、つながるので、かなり強いと思います。まあ、特にね、スキル3の出血撃爆もあるので、えーまあ、スキル2から スキル1に一旦発生して次のターンでスキル3撃爆させるという使い方が強いんじゃないでしょうかえまた出血ということなのでえセクレットとのね相性こちらも気になりますえ出血が大量につけれればセクレットのスキル3防御を100%無視することも可能なのでえまあこの組み合わせの使い方もえちょっと使ってみたいですねえただですね対人以外 タイ、まあ、人はね、攻めで強いということを言ったんですが、タイ人以外で使う場合は、やはりバンシーが主になってくるので、えー、ユピネがいるかどうかで、えー、バイケン引くかどうかを、えー、判断するのがいいんじゃないでしょうか。続いて、ディジリの紹介です、えー。クエスト9点、深淵10点、アリーナ8.5点、討伐8点、レイド9.5点、ギルド戦9点と、えー、まあもう、 言わなくても分かる通り、り全て高得点と高評価になっています、えー、特に対人戦では、えー、攻めでも使えるし守りでも使えると、えー、どちらもかなり強いキャラになっていますそして特徴的なのが、えー、全ての攻撃が全体攻撃になっています、えー、常時使えるスキル1も全体攻撃なので、えー、さらにですねこのスキル1 後ほどスキル紹介しますが、スタンを付与することができるので、明治の骨幹の異物と合わせて、スタンを狙うと非常に厄介なんじゃないかなと思います。では続いてスキルの紹介です。こちらです。スキル1、敵全体攻撃25%の確率でスタンを一旦付与する。弱体状態の相手へのダメージが増加すると。スキル2、 敵全体を攻撃し、相手の弱体効果を1ターン延長し、相手のアクションゲージを50%ダウンさせる。スキル3敵全体を攻撃し、攻撃は必ずミスヒットになるが、スピードダウン、攻撃力ダウン、命中率ダウンのデバフを2ターンの間付与すると。さらに根力を使えば追加ターンも獲得することができます。 こちらは、えー、ハーフアニバーサリーの放送でも言っていましたが、えー、回避パーティーの対策とされる、えー、スキルさんが非常に特徴的になっています。えー、攻撃自体が確定でミスヒット、えー、従来の75%のダメージになるんですが、えー、代わりにですねスキルの倍率がかなり高く設定されています。えー、どれぐらい高いかっていうと、 以前紹介した高倍率のルナ、えー、こちらのスキル3の倍率がですね294%、根29、えー、力を20使うことで432%と紹介したんですが、えー、なんと疑ジ根、えー、力とか使わずに467%の倍率になっています。えー、もうかなり強いですね。まあ、ここからミスヒットになるので、本来与えるダメージの75%の ダメージにちょっと下がるんですがそれでもね、えーまあ、400%弱ぐらいのダメージになるので非常に強いです、まあ、ミスヒットだからって弱いわけではなくかなりね強いダメージを与えることができますさらに根力を使えば追加ターン得られるのでスキル3でデバフを与えてからスキル2のアクションゲージダウンをすればですねもう相手は 多分動けないですね。えー、動けないまま、えー、一方的にやられると思います。えー、そして DG 自体がですね、スピード、えー、デフォルトで110号あるので、光規制と同速になっています。えー、光規制、ただでさえね、今、闘技場でかなり速い規制とかいて、えー、厄介だったんですが、えー、これからは DG に変わっていくのかなという気もします。 えー、骨幹で全体スタンを、えー、常に狙えるのもいいですし、えー、ダグエルをつけて根、えー、力を狙うというのも、えー、どちらでも、ね、使えるのでかなりの強キャラだと思います、えー、限定キャラ1体しか取れないっていう人はですね、えー、このディジ取っておいて損はないと思いますそして最後、えー、配布キャラのソルの紹介です、えー、クエスト9点深縁9.5点 アリーナ8点、討伐10点、レイド9.5点、ギルド戦8点となっています。えー、全員がもらえる配布キャラなんですが、めちゃくちゃ評価が高いですね。えー、こちらは、えー、限定キャラの2人と違ってですね、どちらかというと対人以外、えー、クエストだったり、深淵だったり、えー、討伐というコンテンツで人気があります。 えー、なぜかというと敵の最大生命力に比例してダメージが増加する特性を持っているので、えー、討伐深淵でかなり使える英雄になるみたいです続いてスキルの紹介です、えー、スキルはこちら、えー、スキル1位が敵単体を攻撃し、えー、敵が強化状態でない場合与えるダメージが増加する、えー、クリティカルが発生すると投資を獲得するスキル2えクリティカルが発生すると闘志を獲得するスキル 敵が非攻撃スキルを使用した場合、もしくは、えー、自身が攻撃された場合、反撃し沈黙を2ターンの間付与する。えー、この効果は2ターンに1回しか発動できないと、えー。敵の最大生命力に比例してダメージが増加します、えー。味方のターン終了時、投資が100の場合は全てを消費して、えー、強化状態を延長し、追加ターンを獲得する。スキル3。 敵単体を攻撃し全ての強化効果を解除し強化負荷を2ターンの間付与する敵の最大生命力に比例してダメージが増加する根、えー、力を使うことで、えー、敵の効果抵抗を無視することができます、えー、スキル2がですね非常に面白い効果になっていてちょっともしかしたら翻訳の、えー、ニュアンスが違うかもしれないんですが、えー、反撃と沈黙を、えー、付与してくれると。 えー、確定で反撃して、えー、沈黙も付与してくれるので、えー、対人戦でも使いようによってはなんか面白い動きをしてくれるんじゃないかなと思います、えー、そしてスキル3もですね、えーまあ、ちょっと効果は違うんですけど、えー、バサールと似たような使い方もできそうなので、えー、ちょっとなんか対人でももしかしたら可能性はなくはないのかなと思います、えー、デフォルトスピードも119と。 かなり高いので対人でもし使う場合はスピードを特化討伐で使う場合は火力型に分けて使うのがいいんじゃないかなと思います。えー、ゴーレム討伐ではですね、えーまあ、ちょっと海外の動画とか見てみたんですがワンパンできるぐらいもう8万とか、えー、ダメージを出していたので、えー、ゴーレム討伐に詰まってる人はこちらのキャラで簡単にクリアできそうな感じがします。 またですね、陣形がですね、全体で防御パーセントアップ集中モードで攻撃パーセントアップなので、えー、イベントでね星6陣形マックスに、えー、できるので陣、えー、形は集中モードで攻撃力を上げるのがおすすめだと思います。 はいというわけでギルティギアコラボのキャラを紹介してきましたがいかがだったでしょうかまだですね1人追加されるんですがそちらはまだね情報が何も出てきていないので今のうちにねその追加キャラも強いことを想定してしおりをいっぱい貯めて待機しておきましょうどのキャラも非常に強いのでさらにね限定キャラなのでぜひ手に入れたいと思います それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。